はい、どうも、ジョンクローズのゼッキーです。ゼッキー、はい、ここは有名なチョンキンマンションです。今回、はい、ゼッキーがレポートしてください。おぉ、かしこまりました。行ってみます。回して、ヒョウモノとペイもう早くも一人ねあの、なんだろう、みんな決まり文句のようにそうね、ね、ちょっとあれ遅い時間になると結構閉まってるのかな。そう、夜はね。もうこの上にホテルがあるから結構リュックを背負ったたくさんエレベーターがある、ね、この両替、うん、レートのいいところは人混んでるね。なるほど。ここ入り口から入って15メートルぐらい来たところのウエスタンユニオン、うん、なんか匂いが違うね、他の場所とは。どういう匂いなんでしょう。日本でいうとあのインドカレー屋さんとか。あ、そう、インドの人多いんだよね、うん、なんか香辛料っていうか、うん、でも結構お店も閉まっててこういう状況で結構食べ物美味しそうな、うん、美味しそうだね、うん、食べ物がいっぱいあって、でもいい匂いだね、うん。いい匂いなんだけど、何時からあのショーケースに入っているのかってちょっと不安があるよね。で、ここSIMカードとかもあるし、何SIMカード屋さんもあるし、あの携帯電話のね。多分これ本場のカレーなんだよね。でも結構ね、あの夜でも活気があってそんな怖いことはないんだよね。携帯電話ね、正規店かな。本物か。まあいろんな iPhone 屋さん、携帯屋さんが並んでいる。なんか似てるね。うん、だからそれね、BFC だから。いや、KFC じゃない。KFC じゃない、BFC だから。BFC がね、あって。あ、美味しそうなね、ピザもね、あります。うん、まあ、いい匂いなんだよね。あの声かけてくるインド人がちょっと怖い。危ない危ない。なんかこう気をハードル張るっていうか。皆さんも香港に来た際には、チョンキンマンションぜひ巡ってみてください。お腹壊さないよっていう人はああいうもの食べてみてもいいんじゃないかなと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。